皆さん、おはようございます。ちょフォルテです。シャキーン、本日は皆様ね、大変嬉しいお知らせがございます。私ね、来年いろんな箇所でリサイタルをやらせていただきます。1月から2月の間に横浜、静岡、名古屋、福岡でねやらせていただく予定だったんですけども、これが追加が決定されました。パチ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 、追加場所を発表させていただきます。まず1月22日東京でやらせていただきます。1月23日にね、私横浜でやらせていただくんですけども、まあそちらはねちょっとね大きいホールでやらせていただきますが、1月22日にその前日にちょっと東京でねサロンでリサイタルをやってみようと思っています。今まで僕はねあんまりサロンコンサートはねやらせていただいた記憶がないんですけども、ちょっとね久しぶりにサロンコンサートをやりたいなと思って、今回前日に1月22日東京でプレミアサロンコンサートをやらせていただきます。そして1月29日に神戸で初めてのリサイタルをやらせていただきます。それ以外のねもう箇所買ってくださってる方はまあそちらでお会いできることを楽しみにしておりますし、まあそのね神戸だから来れるっていう方とか東京だから来れるって方もいらっしゃると思うので、そちらでまたお会いできる方を楽しみにしておりますので、ぜひとも来年のねその僕のソロコンサート皆さんで楽しくお会いできると嬉しいです。というわけでね、チケット販売は12月2日からの販売開始となります。それ以外の公演はもうすでに販売を開始しているので、ぜひともね検討中の方はチェックよろしくお願いします。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。ベートーベン月光とラフマニノフの鐘が結構僕の中でね、似てて間違いやすくなってるんですが、今回のコンサートいろんな箇所でやらせていただくところでは絶対に間違えないように弾きたいなと思ってますので、ぜひとも皆様楽しみにしてもらえたらなと思います。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。ぜひとも会場でお会いしましょう。それでは